今回負けてしまえばシリーズの借金が確定してしまう対決作サクセス39回目はパリーグの最高出塁率のタイトルを受賞したタイトルホルダー近藤健介と対決だ。まずは選手の紹介文から読んでいこう。追い込まれても慌てず騒がずストライクを打ってボールを見逃す、打率3割を最低ラインに置く天才打者と称されている通り、能力にその天才っぷりが現れてます。基本的な能力で言うと一番高いのが肩能力で、時点のミート能力も C の67と今季3割4分という高打率を残した選手の割には低い印象よね。ただその分特殊能力がこの選手にはある。アベレージヒッター、固め打ち、粘り打ち、内野安打丸、カット打ちに選球眼がついているし、ミート対応、慎重打法、これらを持っているのでオートペナントで回してもリアルに残した3割4分、いやそれ以上の率を残してくる。またこの選手といえば出塁率、これがえげつなく今季も4割6分5厘ともう なんすかこれね、まあ、それもあるからね、本塁打5本しか打ってない選手が9割3分4厘という OPS を叩き出している。本当全てが奇妙な数字ですよね。こんなに長打が打てない選手、まあ二塁打こそは多いけどね、本塁打がない選手が通常9割なんて乗らないの乗っている、それが近藤なんですよ。この成績通りの能力を今現在パワプロで再現されているので、もちろん簡単に勝てるわけもなく、そしてねやっぱり近藤というのは本当唯一無二というか他にいないタイプの選手ですよね。その選手相手に別タイプ、例えば近藤はホームランは打てないけどこっちはホームランを打てるタイプで戦いを呼んで、やった俺の勝ちだみたいなんじゃ面白くはない。やっぱ同じようなタイプでこの対決して、そして勝つこと制すことに意味があるので、今回は縛りプレイとして近藤のパワーが D の58なんですけど、こちらの作る選手も C 以上にならないように C 未満でパワーをうまく調整して抑えつつ、そして近藤と同じタイプの選手を作って勝つという対決策サクセスをしていく予定です。次に今回の対決方法は両選手を日ハム打順3番の DH で、 DH がない時は左翼手フル出場起用で3回ペナントで回し、3シーズンの成績を1人の視聴者の方に審査していただき勝敗を決めてもらう。この近藤タイプっていうのは1シーズンでは多分数字にそんなはっきりと差が現れない、しかし3シーズン回せば打率、出塁率、 OPS、 ここに開きが出てくると思うのでね、だから今回はこの対決方法で、で選手を作る際の球団設定は日ハムで、日ハムだとね今度は特殊能力お化けであれだけ持っとんだけど、あれだけの特殊能力手に入れることはまずできない、だから世界旅行カードを持ち込んでいくわ。そしたら、各球団の助っ人選手、パワプロオリジナルの助っ人に出会っていろんな特殊能力をゲットできるので、そうした方が賢いと思うので、これともう一枚やっぱこの対決において大事なのはミートだと思うので、そこを高めるためにこのミート強化カード、この2枚を持ち込んであのレベルが簡単に誕生するかって言ったら全然しない、頑張ってもしないような気がするんですけど、とにかく頑張れ、ワイワイレッツ対決サクサクセス。ステージ1-1、初期能力は大して恵まれたスタートではないな。あとステージ1ミートパネルが全然ないぞこの野郎、やたらとパワーはあるけどな、まあ、パワーに関しては C ランク以上にならなければいいだけであって、だからねかといってこの F の34で終わるつもりもさらさらない、ある程度パワーがないとやっぱ対決にもならないしね。今度はやっぱ二塁打とか多い選手なので、だからこっちも本塁打こそはそこまで打てないけども、ただ長打という部分では二塁打とかね、また走力を上げれば三塁打とかも量産できる、そういうタイプを作ろうとしているので、うん、まあだからそこも上げていかないとね。今回上げる能力っていうのはもう分かりやすいですよ。ミート、弾道、パワー、走力、守備はもうこの対決において全く必要ないので、そこ上げる予定は一切ございません。このステージいろいろと青はあるんですけど、ほとんど守備系のパネルなんで、もうこれで終えとく。守備はもう上げんで、おまけでも欲しいとは思わへんから、だって全くいらないんだからね。 DH がメインで出場起用になるんだから。でこのステージ宝箱があって特化パネルもある、やっぱミートがまず必要な対決なんで、これもう特化パネルを見つけたら全部変えていきましょう。ミートにディアノエバプルヒッター、まあまあまあ役に立つでしょうね。で、早く変われ、ちょっと変わるまでの時間がかかるな、早く早くこの時間が欲しいねん、ようやくか。全部青がミートに変わった、言うても青自体がそこまであったわけではないからねこれ。とりあえず一通り踏んでいくわ。はっ、ちょっともう世界旅行ステージのために体力温存したいのをいきなり下がりまくりやんけ。で3回復、これ太田大使か、あーいい特殊能力持ってるよ太田は。片道よーし、ナイスありがとう太田、これは助かるぞ。このステージはもうこれで終える。しかしお前世界旅行ステージに体力が残ってない状況でプレイすることになったら最悪やぞ、何にも世界を満喫できず北海道に帰ってくることになるわ、悲しいね。だから第3ステージで世界旅行が来なかった以上はもうすぐ
うん、回復してあっち行く方がいいんじゃない。まあ宝箱も取ってね、はい、はい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 。そもそもゴールに行けるかどうか分からなくなりましたよ。なんだこのゲーム、ひたすらに人の体力を奪ってくる。まあいつも通りといえばいつも通りですね。ああ最悪やな。まずそこのおにぎりパネルで6回復なのでゴールには行けるんですけど、ただやりたいと思ってた手順通りに今物語は進んでないということは先に言うわ。残す体力は3、あ、じゃない、5、1、2、3、4、5、うん、やっぱ宝箱は取っておきたいからね。もう世界旅行ステージの体力はしゃらいわ、これ。ない状況で向かってあっちで回復する。オーケー、ミート超人ね。よし、近藤と同じく C ランクにはできたぞ。ただ近藤はアベレージータ、その他特殊能力をいっぱい持ってるんで、俺もそれを手に入れるため、世界旅行を満喫する予定だったんですけど、残す体力10からのスタートです。強くなれるかしらわかんないけど、まあ旅行してみましょう。世界を満喫してみましょう。まずは、誰がいる？これオリジナルキャラクターのバンガード。あ、こいつパワーヒッターのやつやわ。で、もう一人はレアード。どっちもパワーヒッター系やないか、お前。求めてんだ。そういうタイプじゃなくて、アベレージ残せるやつよ。でも、まずおにぎりパネル踏まんことにはどうしようもないからな。ワープをうまく使って、このワープをやって、A に行くわ。A の近くおにぎりパネルがある。と同時に宝箱もあんのよね。これ踏んで体力8回復。で、次 B。B はどこだ？あ、B ゴール近辺か。で、選手誰？メヒア。だからなんでパワーヒッター系？まあでもね、対左とか持ってる選手なんで、そういうのは欲しいけどね。もっとなんか、こっちにとって同タイプのなんかそんなわかるやろ、大体。伝われ。四つ葉のクローバー世界で見つけてそんな気分良くなれねえ。日本でも見られる光景じゃねえか。バカか、お前。あ、弾道さんだった。それはいいですよ。やっぱ弾道は必要なんでね。で、パワー D 乗ってるんで C にしないようにしていかないと。で、このステージどうする？残された体力を考えたらもう何もできなくねえから。まあ、一応ちょっとは抵抗してみようと思うけどね。下がんない？これ以上。上がってくれ。体力回復しないとどうしようもないね。え、持ってたカード。はい、これから重要なミート強化カードを落とすというね、このタイミングで。世界に来たことによって不幸しか起こらない。いや、日本にいた時もそうやったけどね。いやー、弾道を呼んである必要もないと思うんですけどもね。フライ系の打球が増えるんで、打率が上がらなくなる傾向にあると思うんですよね。このオートペナント。でも低い方がいいんですよ。打率を上げるためには。何も関わらず4になった。意味ねえよ。いつも4になりたいと願った時に4になれないくせに、こういう時だけ4になれるという不思議な世界よ。次から次へと選手は出てくるけども全てに会うことはできねえよ。これどうする？下にいるメヒアにも会えないか。残された体力的にもゴール向かって、最終ステージも残された10のとこからのスタートになる。それでいてお前強くなれるのか。今固め打ちしかついてないプルヒッターとね、アベレージヒッターもないよ。このまま行けば近藤に間違いなく、まあ負けるわけではないけどもね、まあ勝てる可能性ははるかに少ない選手。この後も最後ミートの特化しよう。うん、そうしよう。目の前に宝箱があるので。いや、でもね、あのね、特化パネル自体もないし、それでいておにぎりパネルもあんな位置にあったら、あそこに行くまでの体力すら持ってない俺からしたらもうどうしようもないというね。宝箱取って終わるだけやわ。で、近辺のミートパネル踏んでね。え、そんな終わり嫌なんですけど、そんな終わり目の前にある。せめてミート B は、まあ行くでしょうね。宝箱の中身はミート超人ね。よかったー。はぁ、これで A は行くよね。A は行く。で、残された体力的にそこにいる中島、あ、会っておこうか。会えたらいいんだけど、どう？いや、こっち来ないんかい。なんで、カレンの登場？そこ？待てよ。これはね、もう残された体力的にゴールに向かうしかないので、いや、最後のミート超人伝には救われたね。あれがなければ A の81行かなかった。A の81行ったことによって、近藤並みの特殊能力こそはゲットできなかったけど、基本的な能力はこっちの方が高いから、打率的にはいい勝負はできる。出塁率はどうかわからへんけどな。まあ、求めている理想とは違う選手にはなった。なんか個性的よね。パワーないの弾道は4というね、こんなタイプは他にはいないと思うが、もうこれで終了や。同タイプの選手を作って対決するつもりだったんですけどもね、近藤がこれで今回作った選手がこれ、パワーは同じランクでも弾道の違いがもう選手のタイプの違いにつながってるでしょうね。まあでもとりあえず当初の縛りプレイのラインは守れているので超えてはないので、まあ思い描いてた選手とは違う選手が出来上がりましたけど、この2選手をこれから3回ずつペナントで回し対決していくわ。マッサイの起用法は打順3番の DH、ない時はレフト起用。ただないゲームがもう年間6試合くらい、トータルで見ても十数試合程度なので、ほんと今回の対決において守備はどうでもいいです。もう打撃の対決、純粋な打撃の3シーズンの比較になるでしょうね。で、まず今回対戦相手の近藤を先行選手として回していきます。1回、2回、3回とね。まあ、全てに驚くことになると思う。それはいいも悪いも。でもその驚きつつ、見ていって、
て、そして最終的に僕の選手がどんな数字を残してどんな対決になるのか、今の時点では何も予想できないから、まずは回していこう。対戦相手の近藤、1回目シーズン開幕試合。さあ3回もありますからね、もうテンポよく1回2回3回と数字を見ていく予定ですが、成績の確認は、まあ、一応おまけ程度のチームの成績も視聴者の方にお送りしようと思うので、まあ、そこを見て個人成績といった順番ですね、チームの順位1回目は、まあ、4位ですよね。そんな強くない日ハムですから、上に名前があることってほとんどなくて、基本視点は下に向いている、だからあんま注目してほしくなかったのよね。まあでも3番バッターが変わることによって、またそこの成績が変わることによってチームの成績も違いが出てくると思うので、もしも日ハムが上にあったとき、それは近藤か僕の選手どちらかが活躍しているときってことだと思うんでね、まあ、これを見る限りどうなのかいまいちわからへんけどね。次は近藤の1回目成績見ていくと、オープン打率3割0分5厘、あ、ビアヌエヴァ1割1分1厘、やめてー、こっちに注目したいのにこっちにどうしても目が行く、やん、なんすかこの打率、ひでスじゃなー、もうエヴァひどいやつをひどいって言って終わろうはい、今度の成績に注目、143試合フル出場の中3割0分5厘、まあ、3割を最低ラインに置いてる天才打者と称されている選手なので、まあ、当然3割は打ってくるでしょう。ただいきなりギリギリなのには驚いた。打率はね、出塁率はえげつないから見てて、550打数の168安打2塁打14本本塁打は8本、まあまあまあ今回の対決において近藤が打ててもせいぜい15本程度だと思うよ、最大がね。ホームランはこの対決において何も必要じゃない。塁打数206塁打、打点79打点。3番バッターなので、この辺の打点数とかも、まあまあ大事なんですけど、79っていうのはどうなんだろうね。まあこれも2回、3回と積み重ねていく中で多いか少ないかっていうのが分かるでしょうね。得点圏打率3割0分6厘。得点圏と通常の打率の差が全くないね。どこでも平常心で打ててるっていう証明か。得点圏打数も170と多いわ。西川が上位にいるからっていうのもあるんだろうね。得点72、三振79個、フォアボール71個。言うほどやな。全然西川とかの方が選んでる。あれれ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 、自慢の選球眼も生かされず、自慢のミート能力も生かされてない近藤が1回目からいてくれたのはいいことですよ。ありがたい。四球が7個。義肥に併殺なら盗塁は0個ですね。そして出塁率は3割9分、長打率3割7分5厘、OPS は7割6分5厘となりました。3割9分という数字自体は高く、これはチームトップではあるんですけど、ただ近藤という打者が3割9分程度なのかってなるとね、しょぼく思える。まあそれだけやっぱレベルの高く2度の最高出塁率を受賞している選手、規定未到達ながらね、出塁率5割を記録している選手なので、やっぱ何から何において近藤らしさはそこにはなく、まあ守備に関してはもう年間守るゲームが少ないですから、もちろんね0個ですよ、守備率10割。まあただ本当今回はもうどうでもいいので確認することすらもしないようにしていきたいと思いますわ。で、各種リーグランキングをちょっともう素早く見ていこうと思う。まず打率はもう吉田正尚、リアルな首位打者がここにいるので取れず、最短弾関しても吉田正尚、本塁弾がに関しては浅村秀人、やばいよねこの男がね、やっぱパワーヒーター広角打法持ちで、この弾道このパワー軽く50本超えてくるね。10回回せば4回くらい乗ってくるもん、50本以上。この男もタイトルホルダーだっけな、本塁打王ですよね。リアルな対決する予定はないです負けられない対決の中でこいつと勝負したくねえわ。始球式に関しても柳田トップで、近藤に関してはリーグ9番目なんでね、やっぱ近藤の良さがそのリーグランキングから見ても出てないなっていうのが分かるよね。出塁率は柳田4割4分とえぐいな。 OPS に関してもギータがトップ。まあ対戦相手じゃないのであまり注目しないようにしましょう。近藤の OPS はリーグ12番目となって出ました。何もタイトルは取れてない感じ。まあ取れてるとしたらベストナイン、ゴールデングラブもないですから、まあベストナインだけですね。そこの確認をして1回目は早くも終わろう。特に注目するような数字はなかったぞ。あ、ベストナイン DH 部門で選ばれてる。他に DH の選手っているんでね、あのレベルの選手が取れるのか。 OPS7 割6分5厘程度の DH ですよ。なんかね、まあ出塁率が高いからそこ評価されたってことかな。なんでその他タイトルは何もなく、取れたタイトルベストナインで1回目シーズンはこれにて終了。次、2回目シーズン終了。チーム順位表から見ていくと、あ、さっきよりも落ちてますね。ということは、さっきよりも近藤の成績がまた落ちたということ。さっきがぶっちゃけ最低限だと思うんですけどね、あれよりも下があるのか。見ていこう。オープン。おー、また落ちてるね。打率3割0分2厘、ちょっとずつ落ちていってる。ビアネーバー上げたけどね、いや、ええねんそこはね。143試合フル出場で3割0分2厘、打率からしてイメージ通りってわけではないんだよね。3割4分を残したバッターと対決してるつもりなんだけど、
そうじゃないな、ここまで556打数の168安打2塁打15本本塁打3本全てにおいてなんか数字下がってない。本塁打に至っては激減、長打が激減って感じね。塁打数192塁打、打点64打点、得点圏打率2割9分2厘、得点60、三振70、三振率はさっきよりも下がってるんだけどね、バットの当たる機会は増えてるけども凡退が多いってことか。あとフォアボールも60個、もう選球眼の人と言えない人のフォアボールやん。平均的ですよね、60って。デッドボールは9つ、その代わりこれだけは増えてるというね、全部下がってる中、これだけは増えてるわ。儀比7、併殺11、盗塁は0個。で、出塁率3割7分5厘、長打率3割4分5厘、OPS 7割2分と、うん、まあ近藤じゃなければ普通にいい選手やわ。まあ DH で使うレベルではないけどもね、上位にはいてほしいと思う。ただ近藤さん、あなたです。あなたと対決してるの、なんだこの数字は、なぜこんな風になるんだ。らしさがあるとしたら本塁打の少なさくらいじゃないですか。でもこの3本5本くらいに対して OPS9 割乗ってくる近藤は一度も見ることなく終えていくのかな。だとしたら面白くないし悲しいし、まあでも俺としては勝てるからまあいいかと。ちょっと楽観的にもなれるんですけど、いやなれるでしょ、全部において超えられるよ、ここまで残してる数字ね。出塁率がこの対決の一つのテーマになるんですけど、その出塁率まだ一度も4割乗ってないもんね。まあタイトルに関しても何も取れてないですよね、これ。あー、最短弾感じた。惜しかったんだわ。ただ残念、取れてない。おー、次、マーティンが50。マーティン、そんな選手でしたっけ？すごいね。これ、ロッテと確か2、3年契約しましたよね。延長しましたよね。来年、まだこのマーティンがいたら、まだというか、このマーティンが出てきたら、ロッテは強いまんまやな。次は優勝できるんちゃうの？打点に関しても、浅村。パリが毎回50本打つ選手じゃ、いるじゃないですか。次は誰が打つんだろうね。出塁率も、この浅村。OPS も浅村といった感じになってるんで。何も取れてなく、ベスト9は取れるんかな、それでも。確認といきましょう。まあ、取ったところでって感じだしね。ベストでないんでもね。あ、取れてないわ。本物が取った、ジョーンズ。どんな成績なんだろう、ちょっと気になるから見ていこうかな。その他タイトルは何も取れてなくて、DH でベストナインを受賞したジョーンズも取れてないので、まあ、正直見ても王とはならん数字だと思うよ。この場合、近藤の数字が低すぎたから、なんか自動的にジョーンズってことになったんじゃない。打率も2割8分8厘とメジャーリーガーらしさは打率には詰まってない。本塁打もたったの20本程度なんでね。吉田とか T 岡田の方が全然打ってるよ。で、OPS で見ると8割2分1。まあ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 、優秀ではあるんだけどもね。まあこんなジョーンズであれば本物と称される理由もわかるというか納得できるんですけど、まあでも特別驚くような数字でもないので、これで早くも2回目シーズンが終了で、次今度ラスト。まあ、3シーズンの成績ですからね、1シーズンたとえこれ近藤らしさを最後見せつけてきたとしても、この2シーズン分正直選手の能力を考えたらマイナスな数字ですよね。能力を下回ってる数字を2シーズンにわたって残し続けてきてるんで、最後ほんと飛び切りのプラス、それこそ2017年だっけ、規定未到達の中すんごい数字残したシーズン、4割期待できたシーズンあったよね。結局怪我で、まあ到達はできなかったんですけど、あの近藤を規定打席到達した状態で見せたら全然可能性はありますけど、今のまんまだとあの選手を作った僕から一言言わせてください。俺が勝つでしょうね。まあどうなるか最後見ていきましょうよ。先行選手近藤のラストシーズンが終了。これまでと同じくチームの順位表から見ていくと、あれれ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 れ、何の変化もないということは、個人的な部分も何にも変わり映えがない3回目シーズンってことが確定したのかな。もしもあの2017年あたりの近藤がここにいたら、チームの順位は上がってるはずよ。でも上がってないってことはそういうことでしょうね。近藤の成績オープン。お、わー、いや、あの時の近藤ではないけど、リアルな近藤を見せつけてきたね。ちょうど同じく3割4分。なんだよ、急にびっくりした。まあ、でも今更それを残したところで、過去の2シーズン分のマイナスがあるから、いや、でも分からへんな。1シーズンのインパクトってやっぱ視聴者の頭の中にも残りやすいんで。3シーズンの数字で判断してほしいけど、その3シーズン目の数字がいいのでね、もしかしたらこの数字が何か意味することがあったりするかもしれない。まあとにかく、ようやく対戦相手近藤健介2020ってやつが出てきたね。143試合フル出場の中3割4分。まず3シーズンにおいてフルで出続けられる近藤が一番珍しいわ。
556打数の189安打で最多安打もあるんじゃないですか。2塁打22本、3塁打も1本、本塁打7本、9本と、もちろん打率が上がって安打も増えているんで本塁打も増える、当然の話。まあそれでも一度たりとも2桁はいかなかった、やっぱそういうタイプですね、今回戦った近藤っていうのは。塁打数は240塁打、打点79打点、得点圏打率も3割5分5厘と高く、得点83、フォアボールは76個。いや、やっぱりね、そのちょっと平均以上に選べてる人程度の四球数なんですよね飛び抜けて選ぶ近藤っていうのを見たかったし、それと対決する予定だったんですけど、今のこの能力的にそれが完全に再現されてないのかな。選球眼ついてたらもっと増えそうな感じする。あと身長打法やしね、やっぱリアルな近藤再現されてるのでタイプ的にもそうなんですけど、ただなんかやたらと打ちたがりな近藤がいたんでしょうね、能力に対してよう分からへんけどね。デッドボールも10個と、なんか年々増えていってないそれ義肥5、併殺11、そして出塁率4割超えてるでしょう、4割2分5厘、初めて乗ってきたね。長打率は4割3分2厘、OPS は8割5分7、まあそれでも、やっぱりね、フォアボール選べてないこともあるから、OPS も9割乗ってないですよね。一度たりとも9割乗せれず、打率だけはそのリアルと同じく、まあ本塁打もリアルよりも上でしたけど、それ以外の部分はやっぱ近藤らしさはなく、こんな感じで終えていいのかしらね。まあもう回し終えたのでね、これが真実で答えで近藤の全てなんですよ、この動画内においては。だからはい、これ以上は何も見る部分はない。あとは各種リーグランキング、首位打者、ああ受賞してる、まあそれ3割4分だもんね、これは両リーグでトップでしょうね。もうこれくらい残せば今のパープルは間違いなく首位打者取れるので、初受賞、アンダスに関してもねトップなので最多安打受賞も確定。まあただそれ以外の指標に関しては上には上がいて、またマーティンがすごいな、50本はさすが打ってないけどね。出塁率もどうやろうか。あーギータ、うわーギータえげつないな、なんで。あ、まあ試合数110試合と、あとはまあ打率とフォアボールかな。この試合数に対して近藤よりも選んどんやからね。まあ出塁率でもこうなるので、残念ながら近藤のタイトルここはないですね。リーグ2番目ではある。 OPS に関してもギータがトップということになって、あとは年間表彰式で、それ以外のタイトルの確認をして、近藤のシーズンはなんか早くも終了って感じやね。特に驚きはなかったかな。ベストナイン受賞、そして首位打者最多安打受賞で3シーズン目、これにて終了。そして3シーズンの数字を改めて振り返るとですね、3回目は近藤健介2020って感じでもないわな、やっぱ打率だけなんでね。何度も言うか、全てにおいてその近藤らしさっていうものが出てなくて、こんな選手と戦ったつもりじゃなかったんですけど、まあでも実際出た数字は何度も言うか真実で答えで、まあ、近藤の全てなのでね、その残してきた近藤の成績はこんな感じで、こんな数字であれば、今回作った選手であれば別に難しくなく難なく乗り越えられる壁じゃないかな。まあこればかりはまた回してみないとわからないから、この後回します。とりあえず近藤のシーズンはこれで全て終わりました。次、高校選手のサクサク39をこれから3回ペナントで回していきますが、ちょっと個人的に気がかりなのは、やっぱり弾道4ということ。その打率を残すことにおいて、弾道っていうのは低ければ低い方がいいと思う。打球が上がりやすくなるとフライが増え、パワーがないのであれば遠くに飛ばせずフライ系のアウトになって、それが打率に関わってくる、また出塁率にも関わってくるので、そこだけがネックかな。それ以外においてはまあミート能力もあるし、この能力であれば3シーズン通算の打率は近藤よりもはるかに上な数字を叩き出せるでしょう。ただやっぱ弾道によってね、打率のその上限というものが下げられて、下が広がり、なんか最低な数字を残してきたりとかないよね。近藤は確かに近藤らしさ3シーズンにおいてあまりなかったけど、それでも3割は一度たりとも下回ってこなかったっていうことを考えたら、この選手に関してもまずは打率3割以上でなくてはダメだし、出塁率もフォアボールをいっぱい選んでとかしていかないとダメだしね。あとまあ弾道のその悪い部分だけ言ってますけど、やっぱ4である以上はね、パワー能力は D の56でもホームランの数っていうのは増えると思うので、そこの部分も期待している。まあとにかくそんなに難しくない壁である以上は、今回作った選手が乗り越えてくれて、そして借金回避するべく今回も勝てたらいいなとは思うんですけど、全ては俺の願望です。願望通りにことが進むかどうか確認してくれ。作ったサクサク39、まずは1回目シーズン開幕ジャイ。成績の確認は同じ手順で見ていく予定だ。まずはチームの順位から確認すると、最下位、なんで
今度よりもいいあの3番バッターが増えたことによってチームの順位は上がらないとダメなのに下がって初めての最下位をこの4回回した中初めて記録したね。それはどういうことを意味してるんでしょうか。まあでもひどいものがたくさんいるチームなんでね、僕の選手一人が活躍してたらいいし、他のひどいものがよりひどくなったらそれはチームを低迷するわけなんでね。ビアルエヴァとか多分ひどい数字残してるんじゃない、杉谷とかね、あの辺でしょうね。俺は関係ない、悪くない。まあそこは個人成績から見ていくわ。オープン。どや、いきなり3割ギリギリなのはちょっとあかんような気がするんですけどもね。まあでも3割は乗った、ひとまずギリギリね。ただこの対決において今のところ最低打率が近藤と同じく3割0分2厘なので、次回以降これを下回ってはならんよ。やっぱ3割4分を残した近藤が1回でもいるのであれば、それと同じような数字を1回だけじゃなくてあとの2回で残してくれないとね。やっぱ弾道のせいかこういうことになったんかな。まあ一通り見て後ほどまた語るわ。143試合フル出場の中3割0分2厘543打数の164安打、二塁打21本、本塁打何本。うわそういうことね、なるほどね、なるほどね。君はやっぱそういう打者なんだね。おかしいな、近藤と違ってもう2桁なんて打つ必要のない対決にしようと思っていたら2桁どころか20本打ってきて、これチーム2番目の数やからね。違うんだけど、まあ、でも俺が当初言ったあの縛りのラインは超えてないので、ひとまず良しとさせてください。あの時弾道も縛っておけばよかったな、こんなことならね。まるっきり違うタイプの選手同士の対決になっとるわ。縛った意味がもはやないような気がする。普通に縛らずパワーある弾道4の選手作りたかったわ、こんなんだったらね。すごい選手になってたよ。打点79打点、塁打数245塁打。あー、得点圏打率の低さはあかんけど、まあ、ワンシーズンにおいての得点圏はそこまでこの対決に重要じゃないと思うので、まあいいでしょう。得点は88、三振69個、フォアボール77個、デッドボールは6つ。ギヒに併殺18は多すぎますね。チャンス潰しまくり、チームの低迷はお前も一つ要因やな。まあでもそれ以外がひどすぎるからそこもやで。出塁率は3割9分3厘、長打率4割5分1厘、OPS 8割4分4厘となりました。まあ OPS 的に、まあいいんじゃないですかね。もう20本打ったんで、とりあえず。おそらくこの後のシーズンでも打ってくれるので、まあそう考えたらもう本塁打打てる3割バッターとホームランが少ない3割バッターっていう構図の時点で勝ち負け決まったようなもんやから。まあ別に3割4分という打率を別にこの後残さんでもええわ。お前はもう3割打って20本を残し続けてくれたらこの対決勝てるから、それでいいのか。当初の予想通りかって言われたら全然違うけど。もう、しゃないわ。これはね。見てこの辺、杉谷とかビアヌエバとかね。この辺がひどいから。オタクらが頑張ってくれるとね、もっと打席数が増えて、それにもよって積み上げ系の記録は増えるし、まあ、もしかしたらそれが打率上げる一つの要因になるかもしれない。能力的にはね、打席が多ければ多いほどこの選手は得するタイプ、固め打ちとかもついてるからね。だからお前らの活躍もまたこっちにもね、近藤にも関わってくるんだけど、お前らが活躍せえへんからなんか数字としてのしょぼさん繋がってるんじゃないかな。腹立ってきたな、あいつらに一番腹立つわ、何よりもね。リーグランキング、うわ、3割1分8人程度の首位打者なんで、これ頑張れば取れたぞタイトル。まあ、その中3割0分2厘しか残せなかったやつが言うセリフではないけどな。最短弾感謝は源田なんで、この辺も頑張ればいけないことはなかったな。本塁打も浅村、もう当たり前のようにこの辺浅村やね。二冠王じゃないですか。出塁率も、あ、ギータもこの辺ギータがいる限り取れへんか。OPS、もうしゃあないわ。無冠ではあるんですけど、まあ、でもタイトルも重要だよな。相手は3シーズンにおいて最後、首位打者と最短弾受賞してきたので、僕も何かしら取りたいんですけどね。まあ、それはあと2回残ってるんで、そこで取りましょう。ベストナインは取ってきました。ただそれ以外のタイトルはなく、1回目シーズン予想してた数字とは違う方向に行ったが、まあそれでもこの対決の中では、もういいと思うので。だから2回目に関しても同じような、いやそれ以上のパフォーマンスをして、俺に元気と勇気と愛と勝利を届けてください。お願いします。2回目のシーズンが終了、チームの順位を見ていくと、また最下位な。なんでしょうかね、ほんとやめていただきたいんですけど、これ視聴者の方に誤解を与えるよね。だってあくまでも成績をお送りする際はこのチームの順位とチームの勝敗とあとは僕たちの個人成績だけですからね。それ以外の選手の成績ってお届けしないから、だからこの最下位という部分だけ切り取ってみたら俺の選手に原因があるように見えるよね。あ、ピーマンの佃選手がダメだから最下位なんだ。でも近藤の時は最下位になってないから近藤の方がいい選手じゃないっていう勝敗の決め方する方がいたって不思議じゃないですよ。そういうわけではないのでね。いやでも誤解を与えるようなチーム順位やわな。俺は悪くないのに。他やろどう考えたって。チームの投手成績はそこまで悪ないけど多分打つ方よね。ワーストやもん。見てよこれ。ね。
他のやつらビアネーバー、うん、次はもうこの辺名指しで言います。あいつらや原因はね、俺は悪くない。まあそれはまた個人成績を見たら分かる話だと思うので、オープンドヤー。え、3割下回ってきた。うっそ、何それ。もうビアネーバーついには1割も下回って0割。お前は英雄だろうが。いや、それよりもこっちが衝撃的。うっそだろお前、やっぱり弾道のせいか3割切ったね。さっきのがやっぱ最高なんじゃない。ミトノル考えたらあれが最高なわけないけどな。ただやっぱ弾道によってやっぱ打率を上げるためには3とか2とか1の方がいいんだよ。4にすることによってフライアウトが増えて、まあその分本塁打の数はね、さっき20本で今回もかなり期待できるとは思うけども、ただこれ20本以上打ったからじゃあ対決勝てんのかっつったらどうなるんだろうね。わかんないわ。とにかく思い描いてない方へと言ってくれてるね。近藤にしても俺にしたってね、すげえ曲線を描いてる。最終的にどこにたどり着いて笑えとんのかその時俺は。わかんねえわ。143試合フル出場で2割9分5厘で3割を下回って579打数の171安打、2塁打28本、本塁打何本、18本。おいおいおい、せめて本塁打先より積み重ねてくれよって言いたいけど、打率下がっとんのだったら積み上げ系の記録下がるのも当然の話よね。しゃあねえわ。253塁打、打点87打点、得点圏2割6分5厘で得点64、三振91、フォアボール57個を選べてもないのかい。デッドボール2つ、疑似に併殺8、出塁率は3割5分9厘、あかんやろお前。長打率で4割3分7厘、OPS 7割9分6厘というね。まあでも、近藤のあのね、2シーズンの成績を見る限り、これでも十分なんですけど、ただね、僕の選手の場合は、近藤と違って今下がり続けてるよね。近藤もまあ2回目まで下げてたか。まあ同じようなあれで来てんのかな。でもなんか下がり方としては良くない傾向だよね。こっちが。急激にパーンってスーパーボールのように跳ね上がるかって言ったら、こいつに関しては希望がないわ、やっぱり。弾道によっても、本来のミート能力が活かされない以上は、最後までこういうことの繰り返しで、最後まで打率を落とし、打率を落とすからそれ以外も落ちて、本塁打もこれ以上伸びることもなく、1回目が限界ラインやったんやね。うわ、最悪。あんなのが限界だと知りたくなかったけど、回せば回すほど知ってしまうという真実。悲しい真実で答えやね。目を閉じて死んでしまいたい、今俺の気分はね。で、お前なんやねん、さっきから。おいほらお前、ほらそらね、お前同じチームメイト打率0割台のねスタメンの三塁手おったらさ、チームの士気も下がるよね。こんなんだったらお前新庄取れよ。一番新庄を必要としてるでしょ今のね。弱いし工業的にもそんななんか良くないし、いつまでも斎藤佑樹と契約し続けるのであれば新庄使えって。まあ、もはや確認するまでもないけど、各指標のランキングに関してはもちろんタイトルなんて何一つとしてかすってる。あ、最短だ、よかった。こんなシーズンではあるんですけどね、他の選手が全体的に数字低いこともあってか最短だの受賞ですね。まあ一つ箔はつけることはできたが、まあそれだけですよね。特別すごい数字でもなければ、まあ、すごいタイトルでもないので、最多安打を取っただけ。うん、取ったからすごいねじゃなくて、君取っただけの人や。いっぱい試合出て安打打っただけの人や。そういうことね、あまり評価されてないわ。まあでも箔はついたので、またベストナインも受賞。あんな成績でベストナイン言われてもピンとこけへんけどな。 DH って打つポジションじゃねえのかよ。 OPS7 割台で取っちゃダメだよ。あと最短だね。これで2回目シーズンも終了。やればやるほど数字は下がっていくこの流れ、歯向かって3回目スーパーボールのように跳ねて近藤並みに数字を上げるか、それとも下げるか、また下げるのか、これ以上下があるのか、なんか本当もうさっきも言ったけど、ここで死んでしまいたい。目を閉じてね、3回目見たくないんですけど見ることになります。そしてその3回目の数字が勝負の決め手となるでしょうね。近藤と同じような跳ね方をするのであれば勝つで、近藤とは違う曲線を描いて下に落ちるのであれば対決は分からなくなる。ある意味面白い方はそっちかな。うん、下げた方が面白い。上げたら勝利は確実、下げたら勝負が分からなくなるので、動画的には下げた方がいいのかもしれないけど、俺的には上がって確実に勝てる、勝ったと言える、そんな成績を3回目ラスト期待したいと思います。ラストシーズン開幕じゃい。ラストシーズンが終了。まず最初に確認するのは3シーズン連続のチーム最下位なのか。そこから見ていくと、オープンだよ。なになになに、急に上がった。リーグ2位、初めての A クラス、6回回した初の A クラスがリーグ2位というね。そして僕の時にそれが起こる、どんな跳ね方や。最下位最下位リーグ2位すさまじい成長を遂げたね。過去の2回の敗北が何かこういうことにつながったのかな。別にそういうわけじゃないけどもね。いやまあ、で
を急に上がったことは確かなんで、何の変更もしてないですからね。設定は同じだし、同じ選手を起用している。でもここまで変わった理由は探っていかなければダメだから、まずはチームの投手成績を見ると、チーム防御率 3.62 はパリーグ2番目なので、まあ単純に守れていること、あと打つ方でも得点数は増えてるよね。先ずっと500点台だったんですけどね、これが605なので、いい感じで守れて打てている。本塁打の数も153って、通常日ハムこんなホームラン打てるようなチームじゃないんですけど、全体的に打っているので、まあいろんな部分に影響があったんじゃないですか。またビアヌエヴァの数字の良さとかもそうかな。都市の成績見ていこうか、個人成績。あーなるほどね、メジャー行くかもしれないこの有原がエースとして最高の成績を残し、上沢も復活、それ以外の先発マルティネスも良かったりするし、リリーバーに関しても宮西はじめ、あれ宮西いたな、うん、はじめ、まあまあまあ数字残してる。ちーちゃんとか何なの急にここに来てこの数字を残してくるちーちゃんに驚きなんやけどね、リリーフ登板でね。なるほどなるほど、やっぱさっきまで活躍できてなかった選手が、まあ投手はちょっと分かんないんですけど、まあ活躍しているからじゃないかな。じゃあ次は個人成績、最後僕の選手も大きく跳ねてるでしょ確実に。見ていくと、オープン打率上がりすぎだよお前、なんかチート疑われるレベルの上がり方してるじゃないですか。近藤と同じく最後に一気に上がって3割4分7厘1シーズンの近藤のキャリアハイを超えたよ、7厘差でね。うわ凄まじい。ただビアネーバに関してはこれやな、でもホームランは増えてるんでね、さっき1割台0割台でホームランずっと2桁だったんですけど、2桁10本程度だったんですけど、今24本打ってるんで、まあ、戦力と言えんのかな。まあいいや、一通りこっち確認するわ。137試合こっちフルでは出られてないんですね。まあその影響も多少なりとも打率にかかってきてると思います。3割4分7厘何も本当変えてないですからね。ちょっとあかんな、今疑われてるかもしれないんで、一応設定などに関してはもうデフォルト設定なんですよね。怪我ありもしてるし、選手の成長のみをこれオフにしてるんですよ。あれこれどこで確認するんだっけ、ペナント設定かな。あーこっから見れそうやね。選手の成長だけなしにして、もうそれ以外は全部こんな感じでね。あとトレードとかね、まあそういうものもなしにしてます。選手の移り変わりはなしで、その戦力のまんま戦ってやっていく。オート試合の投打バランスもレベル3、何も変えてないんですよ。変えてないのにこれ絶好調にしてるわけでもないしね、何なんだろうね急にね。3回やらなきゃ力を発揮できないやつとの対決で、俺もそうやったんやね。そういうことか、ようやくなんか温まってきたんだ。スロースターターにも程あるわ、もう最後やぞ。あと2、3回回したらもっとすごい数字残しそうやね互いに。まあ回しませんけどね。まあもう1回確認すると、137試合で3割4分7厘530打数の184安打、2塁打21本、本塁打30本。まあそうだよね、そうだよね。だって3割ギリギリの打率で20本打った選手ですよ。3割4分7厘で安打数も増えるのであれば、そら本塁打だって増える当然の話ですよ。はっはっは。30本打つか。チームトップではないですけどもね、2番目となるね。打点97打点、これはチームトップです。得点圏も3割5分4厘と高い。得点100得点ちょうど、三振68、フォアボール71個、デッドボールは9つ、ギフィ1、併殺12、そして出塁率4割3分2厘、長打率5割5分7厘、OPS9 割8分9厘というね。まあ、どこにもこいつも近藤と同じようなタイプらしさもなければ、なんか日ハム感もなければ、もうなんかようわからん存在。ソフトバンクとかにいそうな選手ですよ。日ハムらしさも何もないですけど、いいんですよ、そんならしさとか勘とかね、そんなものは必要じゃなくて、単純に高い数字を残すことが求められてる。この対決の中でこういう数字を最後に残してきた。すごい跳ねたね、ほんと。何度も言うが、チートを疑われるレベルの跳ね方をしたわ。何も変えてないんやけどもね、これタイトル取ってるんじゃないですか。この打率で首位打者取れないはまずありえないから取ってますよね。はい、受賞ですね。グラシアルがちょっと近かったんでびっくりしたが、首位打者受賞確定。最短なんかしても受賞ですね。 OK。 本塁打に関しては上には上がいるので、ただそれでも5番目、ここに入るような選手を何度も何度も何度もしつこく言うが、作るつもりはなかったんですけどね、うん、でも作っちゃったんでね、まあ、作ったからこの対決勝て、いや、まあ、この先は言わないよ。打点数に関してはリーグ4番目も、まあ、この辺のタイトルに関しては取れてないが、最高出塁率は、お、吉田 !4 厘差で、おい、ちょっと待って、打率こそは3割1分9厘やろ。こっちよりも低いが、フォアボールか。92個ね。あと試合数の少なさもあるかな。130試合なので、そこもやな。あと、オリックス。まあ、こっちだったらどうだろうね。日ハム、だってリーグ2位というチーム順位なんでね、フォアボールで勝負を避けても他のバッターがいるし、
優勝争いしてるということを考えたらそういう作戦が生まれてこないんだよね。オリックスという、まあ、弱いチームで弱い打者がいるからこそ吉田の出塁率って自動的に上がるシステムなんで、だから単純に吉田の出塁率がすごいって褒めるだけじゃないですよ。それ以外のなんかいろいろとあって取れたわけなんでね、単純な力では俺の方が上やで。OPS に関してはオイリーグトップイエス、タイトルも取れたし、各指標リーグランキングもトップ10に入ってるし、OPS に至ってはトップやし、もう本当に、なんか違うけど、もうなんか違う感が最後の最後の最後までずっとあり続けるけど、もういいわ。ベストナイン。で、個人タイトル、首位打者、最多安打、受賞。改めて3シーズンの成績を振り返るともう、誰やお前。3回目誰や。二回目、一回目はまあなんか俺の選手って感じやわ。弾道の影響で力発揮できず制限をかけられていた。ただ三回目別人になったのか、それとも制限が解かれたのか。まあいろいろと噛み合ったんでしょうね。ノリノリになるとかもあると思います。三回回すってことはそういう可能性が非常に高いので。だからまあ近藤にしても僕の選手にしても3回目がやっぱノリノリになって、それがいいきっかけとなり数字にダイレクトに関わってきたと思います。いやーもう急激に上がりすぎたので、いろんなとこにびっくりし驚き怒りの言葉まで飛ばしたけど、最後が一番驚くことになったこの展開は僕にとって最高の展開です。ありがとうございます。これで僕の選手も3シーズンは終了しました。じゃあこれからこの対決の勝敗を決めるジャッジタイムに入るぜ。今画面に映ってるのは両選手の3シーズンの簡潔な成績。すべてを表示するのは画角に収まらないので簡潔な数字のみを表示してます。ツイッターで視聴者の方に DM で成績をお送りする際はすべて書くつもりなんでね。まあでもね、この3シーズンの成績を見て思うことが今回に関しても2つほどあるので、まずはそっちから言わせてもらうと、今度はね、どうした近藤らしさはぶっちゃけ3シーズンにおいて一度たりともなかった。まあ一瞬ね、その3シーズン目の打率だけ見たら、お、近藤健介かと思ったけど、やっぱりそれに対しての出塁率が4割2分5厘程度しかなかった。本来程度という言葉は近藤以外の選手だと当てはまらない十分すぎる成績ですよ。ただ近藤がこの打率であればリアルと同じ軸出塁率4割5分を超えてきて、また OPS もやっぱ9割を超えてくるアブノーマルな存在なので、やっぱそのアブノーマル感をこの動画で感じたかったんですよね。ただ3シーズンにおいてやっぱその近藤らしさというものは一度たりとも感じられず、そして僕の選手なんやこれ、同じ打者で戦おう言うとんのね、片や一桁台、こっちはなんやお前。3シーズンにおいて2桁超え、3回目に至ったら30本打ったからね、違うやん。同じタイプを作って、その同じもの同士を比較して対決しようっていう趣旨テーマのもと始めたの、全然もうなんか別競技の選手を連れてきて今なんか顔を合わせて対決だって言ってるくらいのなんか違和感があるよね。まあ、打者のタイプが違う以上本来比較しちゃダメなんですけど、まあでも当初の縛りラインは守ってます。今になってみたらやっぱ弾道も縛っておけばよかったかなと思うけど、まあでも当初はパワーを縛って作って出来上がったのがあれなんだよね。まあその中はこういう数字になってます。やっぱりいつの時代もホームランバッターが評価されますよ。ほんで今回に関してはそれ以外の部分でもそんな差はないしね。3年の OPS で負けたシーズンすらなくて、3シーズンで見てもこっちの方が高い。まあ最後に至ってはもうこれだけ残してるんで、まあ今回この3シーズンの成績を1人の方にまあいろいろと見てもらって、いろんな視点角度から見てもらって勝敗を決めていただくわけなんですけど、単年またこの通算全てにおいて差がある以上は間違いなく僕の選手が選ばれると今予想します。まあでも本当にやっぱ同じ土俵の選手じゃない、階級じゃない選手をね連れてきて戦わして、ホームラン打ってる方が勝ち、重い方が勝ち、ヘビー級の勝ち、やっては俺は強いんだって、なんかアホよね、こけよね。でもこうなっちまってるんで仕方がない、男にはもうそんな関係ないね、ランクとかね。いつの時代もやっぱり拳一本バット一本で語るもので、そのバット一本で叩き出した3シーズンの成績がこれで、相手もこれ、その成績を比較して勝敗を決める、ある意味このシリーズのなんていうのかな、これまでやってきた積み重ね通りだと思うので、なんか今いろいろと言ってますけど、とにかくどうでもええ、あっちに放り投げて一人の視聴者の方にツイッターの DM で尋ねていきます。そしてその方がどういう答えを出して借金を回避することはできるのか、あとは待ちましょう。視聴者に選ばれたのは作ったサクサク39、つまりは僕の選手の勝ちとなりましたけど、これでいいのかって言われたら別に何の問題もありません。
バット1本で叩き出した3シーズンの成績があれで、近藤もあれで、それを比較して出した答えがこれで、それについて何か文句があるかって言われたらありません。視聴者のコメントはサクサク39の勝ち、両者3回目の成績を見て評価。サクサク39は個人成績では打率も本塁打も安打数も文句なし、打点が100いかなかったことや得点圏打率が打率よりもちょっとしか高くないことは残念に思うも、出塁率や OPS が普通にすごく、3つのタイトルを獲得したばかりか、過去2回とは違い、過去閉じチームを2位に導いたのに対し、近藤も3回目は打率、出塁率、安打数、OPS のいずれも素晴らしいが、安打数以外はサクサク39よりも少なくて、タイトルも獲得できてなければ、何よりも3回全てでチームを A クラスに導けなかった。サクサク39とは違い、最下位にならなかったけどね、あ、余計な一言という点で近藤の負け、サクサク39の勝ちと判定。んな、このコメントを聞いて、あ、そうですねっていうことしか言えないようなほど、まあ、対決の確信をついてくれてるのでね。まあ、余計な一言ありましたけどね。最下位になったくだりいる？いらなくない？あれ、別に俺が悪くないしね。この動画を見たら最下位になった理由っていうのを、このね、コメントを書いてくださった視聴者の方は、多分納得してくれた。やっぱ表面上の数字だけお送りしてるから、僕の選手が原因で最下位になったって解釈できるし、もちろんそう受け取ってもらって構いません。これから先もね。だからチームの順位を見る際はそう受け取ってもらっていいですよ。ただ中身は全然違うわけなんでね。そらそうでしょ。他におるからこうなんね。まあ、でもその他の奴らが3回目頑張ってくれたからこそ、この個人の成績にもつながって、この方は3回目の成績で勝敗を決めてくれたので、やっぱ3回目近藤が上げて僕の選手が落とすとかね、あったら負けてた可能性もあったということですよね。そう考えたらよかった。まあ、ほんとちょうどのタイミングで3回目2人とも飛躍的に上がったのはびっくり。やっぱ回数をなんていうのかな、追うことによって数字を上げていくタイプだったんかな、能力的に。だからこれやっぱあと4回とか5回とか回してみると、もっとすごい数字出しそうな感じするし、まあそれも見たいような気がするんですけど、勝ったは今見てもしゃあない。だから終わりゅー。今回の対決を終えてシリーズ通算は19勝20敗。そして残す40回目の区切りまではあと1回。わかりやすい話になりましたね。次回40回目の動画、勝てば罰金回避、負ければ借金2つ抱えて、視聴者へのご褒美が久々に下ることになる。ここまでのシリーズ通算の罰金は3000円。この3000円っていうのも、ほんともう数ヶ月前の話なんでね。あれ、10回目の区切りの時に払ったものだよね。それ以降20回目、30回目と全て回避してここまで来れているんだが、どうなるのか。そしてあらかじめもう次回対戦する選手の発表したいと思います。今期の河村翔投手の大野雄大との対決をさせていただきたいと思います。最強選手です。そんな最強選手に挑んで勝てるかと言ったら、勝てる保証もいつもいつでもないけども、うん、まあただそれに挑んで勝つか負けるか、借金を抱えるか回避するか、今一番面白い展開じゃないかな、うん、対戦しなきゃダメな選手だと思うので、その選手とこれまでとはちょっと違った対決方法で戦わせていただく予定なので、一つ区切りとなる40回目の次回はシリーズで一番熱く面白く、まあ、注目の戦いになると言っても過言ではありませんので、もしよかったら興味があれば見ていただけると嬉しいです。